豊岡市の丹東町では春の食卓を彩る特産品山うどの出荷が最盛期を迎えています。豊岡市丹東町の山うどの栽培は地域の特産品にしようと40年ほど前に始まり、現在は8戸の農家がおよそ 3.2 ヘクタールの農地で生産しています。農家の人たちはおよそ40センチほどの大きさに育った山うどを一本一本丁寧に収穫しています。ちょっと去年暑かったので気にはしてたんだけれども、例年通りいい状態でできてます。シャキシャキした歯ごたえとほんのり苦い味わいが特徴で、天ぷらや酢の物などにして食べられている丹東町の山うど、今月10日頃まで主に京阪神に向けて出荷されるということです。